FM ムロプレゼンツキングオブディギン、夜9時になりました。パーソナリティのマッカチンです。ムロです。ムロさん、こんばんも、よろしくお願いしま す。さあ8月になりましたけど、早速本日のテーマ、ムロさんお願いします。はい、今年も夏にぴったりの涼しげなハウスナンバーを集めてミックスしてみたいと思います。おお、いいですね。はい、まあムロさんが、まあ、ハウスセットみたいな、一日中ずっとハウスってことはあんまりやらない。そうですね、あんまりいないですね。そうよね、そういう意味じゃこの番組でこういうのやっていただいて、うん、まあ実は去年もやっていただいてるっすよ ね、はい、去年はそうだな、八百屋ステートとかのなんかカバーとかね、はいはいはい、かけていただいたりとかして、うんうんうん、じゃあ本日は2回目ですね。そうですね、はい、まあ、クールハウスっていうだけあって、うん、そのなんかやっぱこうちょっと涼しげな、そうですね、うんうん、涼しげな楽器だったり、うんうん、まあ、でもだったり、うん、あれだよね、やっぱ現場ではやっぱそのままそのディスコからこうテンション上がってった四つ打ちに行くみたいなの結構やりますもんね。あります、全然あります。ですよね、はい、でまあキャプテンバイナルとかだとノリさんもやっぱ得意分野というか、うん、そうですね、ずっとやられてきてるので、はい、やっぱりそうですよね、うん、そんなにあの距離があるものではないですよね、はい、ジャンルとしては。ですね、オッケーオッケー。じゃあ早速、あ、でもこの間先月そのディミトリーともやってたでしょ、うん、そうです。なので今回はあのディミトリーの、ディミトリーワークス、うん、いいね、いいね、みたいなのをちょっとまとめてみました。なんかさ、ほらフランスに世界で一番高いレコード屋があるとかさ言ってました ね、はい、なんかムロさんおっしゃってましたよね。自宅の 2,3 個先のブロックにあるって言ってましたね、そのレコード屋さん。世界で一番高いレコード屋、行ってみたいな、行ってみたい行ってみたい、本当に何一つ買えないかもしれないけどね。OKOK、 ムロ君準備 OK、 はい、はい、それではそろそろ行ってみたいと思います。2024年8月7日、本日のテーマはディギンクールハウス2024です。ムロさんお願いします。To wake up early every morning just to do a hair now because the kids y'all. Her hair wouldn't be right without her makeup. She's never out of makeup.
saying all that crap about how we sample, giving examples. Think we'll let you get away with that? You criticize our method of how we make records. You said it wasn't art, so now we're gonna rip you apart. Stop, check it out, my man. This is the music of a hip-hop band. Jazz, well, you can call it that. But this jazz retains a new format. Point. Well, you misjudged us. Speculated, created a fuss. You've made the same mistake most auctioneers have. Choking all that jazz.
東京 FM ロプレゼンスキングオブディギン、本日はディギンクールハウス2024というテーマでお届けしておりますが、ムロ君あっという間、ありがとうございました。まじ、この番組のさ、なんかリスナーの皆さんはこのツイッターとかインスタでももうあっという間ですみたいな、よくコメントいただくんですけど、はい、もう特にこの手のというかやっぱりこの BPM のこのもうザ・ダンスミュージックはあっという間ですね。で、前回は5曲いけたんだけど、まあ、はい、今日もちょうど5曲ぐらいで、まあ、これ喋りながらでもね、ムロ君喋りながらつなぐので、いやいやいや、これも見せたい。これも本当、ムラケン動画も撮ってほしいけどね。いやいやいや、でかけていただいた楽曲、まあとりあえず冒頭でも触れてましたけど、はい、先月ディミトリーとムロさんセッションされてて、うん、でその前はノリさんノリさんでディミトリーとやってて、はい、まあ本当に2人、キャプテンマイナーの2人はもう本当こういうさ世界的な人と仲良くて本当いいよねっていうか、まあそこにたどり着いてるっていうか、まあ本当素晴らしいなって改めても思いますね。ありがとうございます。で今このかかってるのもこのカスバー73、はい、うん、もう7インチで7インチのハウスのレコードってなんかちょっと、うん、貴重だしさ、ね、なんかいいじゃない、はい、うん、でなんかムロさんがこのなんだっけ、ディミトリとバトンタッチする時も、はい、これで彼はかけててみたいな、はい、これで始まりましたね。あ、彼は、はい、なるほど。変わる時は門松俊樹さんで変わっていただけました。なるほど、はい、なるほど。まあこれカスバ73ちょっと調べたらこれマドリード、はい、スペインの方ですね。だからまあこのヨーロッパのこの地続きのこのヨーロッパリンク本当羨ましいな、ね、なんか日本ってやっぱ島国だからさ、だからこのアジアツアーといえども日本はなんかあんまり日本が入ってこないみたいな、このマレーとかフィリピンとか行くけどみたいなのがあって、なかなかちょっとこの大陸間のなんかこのコミュニケートされてる感じは本当 DJ としてもめちゃくちゃ面白いな、なんか羨ましいなと思いますけどね。で1曲目からまあみんな大好きジプシーウーマンで、これはモンテフィオリカクテルっていうこれ双子デュオさんのをディミトリーがやってて、まあ本当にジプシーウーマンそのままアカペラ使ってんのか歌い直してんのかちょっと見失うぐらいですねこれ本当に、ね、うん、どっちなんだろう、なんか詳しい人教えてください。でやべえ、どんどん時間がなくなっていく。それで3曲目、はい、特にこのステッツァソニック、はい、世界初のヒップホップバンドって言われてますけど、うんうん、これもなんかいろんなバージョンがあって、はい、そうですね、はい、何がかっこいいかって言って、でもやっぱムロさんこれ UK プロモの2枚組なんだね。そうです、あ、はい、ちょっとトミーボーイハウスですね。なるほどね、ちょっとこの辺も探していきたいなと思いますね。もうちょっと本当に、はい、ハウスなんでなんか喋りたいことも長くなっちゃうということでごめんなさい、もう時間、まあこの先はねまた現場でぜひね体感して夏のハウス楽しんでいただければと思います、はい、ということでここまではマカチンとムロでした。また来週。Should be the head of your head, 'cause you know we got it like that. I catch the beat.